UEFA 欧州選手権 UEFA ユーロ 2016UEFA ユーロ 2016, ーロ2016予選本大会出場予選敗退 UEFA ユーロ2016の予選は2014年9月から2015年11月にかけて開催された本大会はフランスで行われるため同国は開催国として予選が免除される予選は開催国 フランスを除く UEFA に加盟する53の国と地域が23の本大会出場権をかけて争う予定である。また、ジブラルタルが予選に初めて出場した。UEFA に加盟する54の国と地域のうち、開催国のフランスを除く53の国と地域に予選の参加資格がある。シード順は2014年1月24日に 発表された。組み合わせ抽選会は2014年2月23日にニースのパレでコングレザクロポリで行われた。抽選の手順は以下の通りである。UEFA に加盟する53の国と地域が6、カ国からなる8組と5カ国からなる1組、K9 組に分かれ、ホームアウェイでの総当たりリーグ戦を行う。各グループの首位と2位が予選を通過し、 3位の9、各国のうち成績が最も上位の国も予選を通過。残る3位の8カ国が2カ国ずつ4組に分かれ、ホームアウェイでのプレイオフを行い、勝利した4カ国が予選を通過する。また、各グループで勝ち点が同点のチームが2つ以上ある場合は、以下の順に比較して順位を決定する。当該チーム同士の対戦における、 獲得ポイントの多少当該チーム同士の対戦における特失点差当該チーム同士の対戦におけるゴール数の多少当該チーム同士の対戦におけるアウェイゴールの多少1、4を適用後においても2チーム以上に差がつかない場合はそれらチームに1、4を適用して再度比較するそれでも決着しない場合は6以下へ進む当該チームの全試合における 特殊点差当該チームの全試合における、ゴール数の多少当該チームの全試合における、アウェーゴールの多少当該チームの全試合における、フェアプレーランキングの比較 UEFA ランキング。ありがとうございます。